あのだから僕はかなりあの岸田さんに批判的な文章を書いてるんですけど国家の一番重要な問題に着目しないでね、えー、的外れな分配なんてことを日本で言ってて時間を浪費しているとだからあと25年になった時は本当に最低になっちゃいますよねもう今頃逆転の発想でやってくれないと。 で今日はです、ね、まずあの最初にです、ね、一番あの問題意識を持たれてるです、ね、あの日本ってこれからどうしていかなきゃいけないのとそれからあのこの30年の凋、ね、落の度合いを含めてです、ね、で新しい資本主義あの等々でままずはあの島田先生お願いいたしますあの小宮山先生と私はかなり長い付き合いで総長、えー、になられる前から、ね、いろいろあの交流があったんですけど。 えちょっと皆さん小宮山先生のことはまあそうたくさんはねえあの知らない方もいらっしゃると思うんでちょっと簡単に一言二言と小宮山先生はもう異色の東大総長でしたねでとても明るいんですよねで小宮山先生が総長の時代に東大は非常に変わった変わってまあいろんな変化なさったんだけども知の構造化っていうことを言われたんですねそれはあのまあ皆さん学問どん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 専門化しちゃって 隣の人が何やってるか分かんないみたいなことになるんだけど全部それを、まあ、総合して構造化する中からビッグピッチャー導き出そうそんな方法論をですね東大の総長の時に出されてこういうことを言う人も総長にはあんまりいないんだけど大変な革,革命的なことでしたね。でその前にあの日本はいろんな問題を抱えて大変な大変なって議論があったんだけど課題先進国だろうと課題があるからチャレンジするんだってこれ言われてれあれは一世を風靡しましたよね。 で東大で知の構造化をやられてそれでプラチナネットワークっていうのを作られてですねあの日本にはいろんな可能性があるんだとで課題に取り込むためにそういうのをやるんだと自主的に作った法人なんですけど、えー、構想で、まあ、どんどんそれを進めてですねそれで若い人も教育して全国各地自治体とか会社の人も巻き込んで教育活動を進めて大体それはいったと。 えー、もうみんな俺の言ってることは理解したではそれを実践しましょうっていうんでね実装部隊を作り出したんですね、まあ、そういう人なんですねそれで私は小宮山さんとはあのいろんなところで交流があって、まあ、今日まで来てるんですけど、えー、あのモデレーターの要望ですけど一言言えということでね、えー、岸田さんがね、えー、この時期に、えー、内閣総理大臣になられたのはとても重要だと思うんですね。なぜかというと 1980年代の中頃に日本は一度一人当たり GDP でアメリカ抜いてるんですよね。でご,ご存知の人も多いかもしれませんが、でその頃は日本とアメリカ合わせるとですね、世界の GDP の4割になるんですね。だから G2 って言ってたんですよね。何度もできちゃうんだと日本とアメリカでっていうような時があって、日本は得意の絶頂だった。それからはうまくないんですよ。どん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 と階段下りよう中に落ちてってつい最近。 えー、PPP で高倍率経過で韓国に抜かれてえもうしばらくするとあのドルベースでも抜かれます一人当たり GDP がで。なんかねどん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 落ちていくんですね。私はあの40年サイクルの説っていうのを言う人がいて結構当たってるなと思うんですよね。どういうのかっていうと日本はね40年サイクルでものすごく良くなったりこう階段転が落ちるに行くんですよね。で 一番ポイントは1945年ってすごいじゃないですかもう日本中レッドをみんな焼け野原になって310万人殺されてねあれボトムだったと思いますけどあれから40年たつと、えー、1985年なんだっていうと一人当たり GDP でアメリカ抜いてるんですよね日本がね。敗戦国でもうボロボロだったのに40年経ったら世界の頂点に立ったんですね。でじゃあその、えー 敗戦の40年前は何だかっていうと1905年ですね45年の40年前これ何だか分かります日露戦争に勝ってるんですよでその40年前って何だと思います、えー、1865年かあの長州の乱暴者がですね京都で殺人をーっと繰り返しててもう孔明天皇は外人大嫌いでこれどうなるんだっていう混乱期です。 これがあの、幕末の最低の時ですよね。それから40年後に日本は列強に越して、とうとう、ロシアを破ったんですからね。そして調子に乗って太平洋戦争をやって、えー、敗戦になって。それから頑張って高度成長で、85年にアメリカを上回って。それどん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 、85年に上回って、今何年 ?40 年。2025年でしょ ?40 年仮説でいくと2025年最低なんですね。あと3年です。 で、こうなった時に僕はね、まあ、内閣総理大臣になるんだったら、次の40年私が設計するというふうに言ってもらいたいのね。で、こうなったらこうすると。これまで何度もやってきてるわけですから。そのちょうどいいタイミングでね、菅さんが頑張ったんだけど、追われちゃって、岸田さんがなった。で、この人は、やっぱり40年の復興をするんだってことを、普通なら言ってくれると期待するじゃありませんか。 あの人は何に出したかって言ったら分配を重視するって言うんですね。で日本は分配が不平等だちょっと待ってださいと分配全然不平等じゃないんですよ日本はそれはあの、えー、新しい資本主義っていうのは分配を強調するんだって彼は言うんですねそれでこの前あのバイデンさんとテレビ会議してて得意になってそれをおっしゃったらしいそしたらバイデンさんはねそれ聞いててああの、えー、それは私の選挙公約だよっ これジョークじゃないあのアメリカはものすごい格差のひどい社会ですからまさに君の言ってるようなことを私の選挙公約で言いたかったんだあのっていうことなんですねで私はあの岸田さんがジョンソンさんとかイギリスのねバイデンさんにそういうことをおっしゃるなら誠にその通りだと思いますけど日本でいうことじゃないだろうとあのやっぱり総理大臣たるものは国家の一番重要なことをね え、やりきるために命をかけてもらいたい。で、分配っていうことじゃなくて、分配具体的に何やってんだと思ったらですね、えー、18歳以下の子供に10万円配るって言って、それで年末までに配らなきゃいけないって公明党に言われたんですけど、それが分配かよってね、今は配る必要は全くないですよね。財政赤字増えてるだけで、そんなことをね、5、6個やってるんです。賃上げしなきゃいけないって言って賃、賃金決定ってのは経営者の戦艦事項であって、 役所に言われてやることじゃないですよ、ね、でその賃金上げるために何をするんだっつったらあの賃上げした人会社については中小企業で4割大企業で3割まで課税負担を減らすっていうんですねそしたらそ,その分だけは賃上げしますよあの要するに補助金ですからでそれが分配かかか何を言っていのか全然わかんないあのだから僕はかなりあの岸田さんに批判的な文章を書いてるんですけど。 国家の一番重要な問題に着目しないでね、えー、的外れな分配なんていうことを日本で言ってて時間を浪費してるとだからあと25年になった時は本当に最低になっちゃいますよねもう今頃逆転の発想でやってくれないとだけど岸田さんってねいい人なんですよあのとっても礼儀正しいしでこんなちっちゃい本持っててね毎週のようにそういう看護師さんとか小学校の先生とかとあの面談して聞いたものみんなの通り取ってるんです。 とっても、聞く力とか言って何聞いてるか分かりませんけど、あの、一懸命30年もやってんのね。とってもいい人あの。マナーもいいし、見たとこもいいしね。で、最近いろんなところでね、発言聞くんだけど、あの、なんか言うべきようなことはみんな言ってんですよね。あの、力を持って、えー、その、領土を変えてはいけない。あのそ、その通りですよね。それで、日本は、あの、 どどんどん成長すすべきでであるというそれもみんなそうですよね成長が軽んじられてるんじゃないかとか言われたんでどんどん成長になってつい最近ロンドンでからシティであの大変ハイトーンの演説を送ったのねで私もあの直接も一度一二度聞きましたしずっとフォローしてるんですけどだん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 彼の新しい資本主義っていうのは整理されてくるんですよねロンドンで行った時にこう言ったの「インベスト・イン・キシだ」っつって叫んだんですね。 もう日本はどんどん成長するからってどこにそんな証拠があるんだよ。つまりあの人はね、いい人。で、い言われたことみんな言うな。なんか、あの、力任せにやるってのはプーチンみたいになっちゃうんでね。やっぱりおみこしに乗ってふわーっていくのが批判されなくていいんですかね。だけど日本経済はダメになっていきますよ、確実に。というのがね、まあ、ずっと批判的なこと言ってるんですけど、ただ岸田さんに会うとね、すごくいい人なんで、なんかふわってしちゃうんですね。だからまあ、 そういう批判を持っています。